シーライオンはアメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名はアシカカの総称にちなんで命名された。シーライオンの名を持つ艦としては二隻目にあたる。初代艦長エリト・マスライヒ・少佐が過去にシーライオンに乗り組んでいたことからしばしばシーライオン2と呼ばれた。カリフォルニアアシカ・オタリアシーライオンは1943年2月25日に コネチカット州クロトンのエレクトリックボート社で寄港した。1943年10月31日にエモリー・エスランド夫人によって命名浸水し、1944年3月8日に収益した。成長後、第222潜水艦隊に配属されたシーライオンは太平洋に向けて出港し、5月17日に真珠湾に到着。 続く3週間にわたって訓練を行った。6月8日、シーライオンは最初の紹介でタングと共に東、シナ海に向かった。6月12日から15日までミッドウェイ島に寄港し、6月22日にトカラ列島を抜けて、翌23日にタングと共に大隅諸島南部で紹介配備に着いた。その日の午後、シーライオンは 最初の攻撃を行ったものの失敗し、反撃を避けるため深く先行した。6月24日、シーライオンとタングは、ティノサと会合し、サセボへの航路に紹介海域を移動した。6月25日、輸送船団発見の方により、シーライオンも攻撃体制に入ったが、震度調整の不手際により攻撃位置に達しながらも、攻撃ができなかった。その後、 シーライオンは、佐世保近海から、朝鮮半島方面に進路を取った。6月28日、シーライオンは、北緯33度53分統計129度01分、北緯33.883度統計129.017度、33.883、129.017の津島近海で、サムスン丸を撃沈。2日後の6月30日には、 朝鮮半島南岸で三ンパンを浮上方船で撃沈した。7月に入ってから、シーライオンは、上海近海の新しい紹介海,海域に移動した。7月6日朝、シーライオンは、朝鮮群島近海で、文字に向かう3311戦団を発見。5時47分、シーライオンは、北緯29度57分、統計122度51分。 北緯29.950度統計122.850度、29.950、122.850の地点で、雪山丸などに向けて、魚雷を2本発射。魚雷は雪山丸の後部に命中しまもなく沈没。3311船団は、各艦船それぞれのスピードを出して、機体行動に入り、護衛の砲艦をきつ,つと駆逐艦連が探索を開始。 シーライオンは東北方向に被体した後、6時に起きつか、連に向けて魚雷を4本発射。しかし、魚雷は命中しなかった。1時間後には、小海機もシーライオン探索に加わり、午後まで続けられた。シーライオンはうまく戦場を離脱した。3日後の7月9日、シーライオンは三島半島と朝鮮半島を結ぶ海域に移動して紹介。 この海域は濃霧で覆われており、しかもシーライオンのレーダーは調子が良くなく、シーライオンは盲目状態に置かれた。幸い、7月10日から11日にかけてレーダーの調子が部分的ながらも回復した。7月11日朝、シーライオンは三島半島東端沖で輸送船団を探知し反復攻撃をかけた。特に、 二番目の目標に対しては7時間もの追跡の、後三度の攻撃をかけ、7時11分に三度目の攻撃で最後に残った魚雷を発射。魚雷は目標の左辺後部に命中し、シーライオンは目標の船橋を20ミリ機銃で走射。目標は7時14分に沈んでいった。この一連の攻撃で、シーライオンは第二マ島と第二ン安丸を撃沈した。 7月13日にトカラ列島を通過。7月21日、シーライオンは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島。潜水母艦フルトンによる整備を受けた。不設艦白鷹8月17日、シーライオンは2回目の紹介で、グロウラー、パンパニトとウルフパックを構成し、ルソン海峡方面に向かった。8月23日に、 サイパン島近海を通過し、8月30日にバシー海峡に到着。翌31日2時頃パンパニトガミ15戦団の接近を探知。シーライオンは、両艦2隻の捕獲インフィッシュ、バーブ、タニーのウルフパック、エドのインク消しエド、エスラデケイターズと共に浮上しながら、戦団に接近していった。シーライオンは15ノットの速力で走り回り、4時32分に、 タンカーなどの目標に向けて、艦首と艦備の発射管から魚雷を10本発射。発射した魚雷のうち、タンカーに向けたものは命中したと考えられ、目標の方角から先行が上がるのを確認。レーダーでもこの目標は2つに割れて消え去ったことが確認された。先団の他の船舶がシーライオンを撃ってきたので、シーライオンは射程外に退避した後、5時58分に先行。 25戦団の予想深度前方に回り込んだ。6時15分、シーライオンは左限方向に25戦団を再び発見し接近していった。戦団は駆逐艦と判断された不接艦白鷹を先頭に立てて航行しており、8ノットから10ノットの速度と判断した。7時20分、シーライオンは白鷹に向けて魚雷を3本発射。 ついで中型輸送船に向けて3本発射した。7時22分から3つの爆発があり、観測すると白鷹は煙を上げながら停止状態となり、上空に消火機が旋回しているのが見えた。そのうち、消火機が対戦爆弾を投下してきたので、シーライオンは震度を南に向けて対比行動に移った。7時27分、船体が水圧で破壊される音を聴取し、これは、 目標の沈没を示すものと考えられた。シーライオンは他の護衛艦から25発の爆雷を投下されたが、被害はなかった。夕方、シーライオンは一畳の煙を発見し、小船と思って接近すると、相手は対戦関係だと分かった。シーライオンは魚雷を3本発射して対抗したが、命中はしなかった。しかし、2発の爆雷を投下された以外は、 大した反撃は受けなかった。シーライオンは一連の攻撃を終えて、残り魚雷が5本になったので、魚雷と燃料の補給のためウルフバックを抜けて、9月5日にサイパン島に一時帰島。シーライオンは9月7日に再出撃し、9月11日夜にグロウラー、パンパニトと再会した。9月12日、海南島、ニレハ、1時55分に先制攻撃で、 戦団機関の平戸を撃沈し、戦団は回避運動に入った。シーライオンとパンパニとは遅れて、戦闘に参加し、戦団前方に出て待ち伏せた。5時27分、シーライオンは南海丸に対して、魚雷を3本発射。そのうちの2本が南海丸の右辺に命中し、南海丸は炎上した。シーライオンは間髪入れず、第二撃で落葉丸に対して、魚雷を発射。 魚雷は命中し、落葉丸は、航行を停止した。南海丸は8時45分に沈没し、落葉丸も18時30分になって沈没した。この間、グロウラーが、駆逐艦式波を、夜に入ってからパンパニトが、勝時丸とタンカーズイホー丸をそれぞれ撃沈、火72戦団は、三愛と逃げ去った。シーライオンはなおも火72戦団に食いついたものの、 さらなる攻撃はできなかった。9月15日朝、ウルフバックは新たな紹介海域に向かっていた。午後、パンパニトからシーライオン及び他の潜水艦に無電が飛んだ。パンパニトは3日前の攻撃海域にいたところ、海上にイカダにしがみついて救助を求める捕虜を発見した。シーライオンが撃沈した落葉丸は、いわゆるヘルシップとあだなされた。 連合軍捕虜輸送船の一隻で一連の攻撃で1300名を超える捕虜が死亡するか漂流する結果となった。この手の地獄船情報は通常なら連合軍が張り巡らした情報網で事前に察知するはずであったがこの時に限って情報がなかった。シーライオンはパンパニとバーブ、クイーンフィッシュと共にこれらの捕虜を救助20時45分までに シーライオンは54名のイギリス及びオーストラリア兵の捕虜を救助し、パンパニトが73名、バーブとクイーンフィッシュが32名を救助した。救助した捕虜は例外なく油まみれであり、マラリア、ペラグラ、カッケのいずれかに侵されていた。シーライオンが9月17日にバリンタン海峡に到達する前に3名が死亡。翌18日、シーライオンは 駆区間ケースと会合して、ケースから医師や薬剤師がシーライオンに移乗して治療に当たった。しかし、9月19日には看護の会なく4人目の死亡者が出た。9月20日、シーライオンはサイパン島ナパグ港に入港し、生存の捕虜50名は現地の陸軍病院に収容されていった。9月30日、シーライオンは44日間の行動を終えて、 真珠湾に祈祷した。なお、シーライオンが白鷹を撃沈した戦闘については、駒宮新七郎、戦時輸送戦男子236ページには、0715、五ろ、突然一石が浮上し、白鷹に対し砲戦を開始した。これに対し白鷹も負けじと砲撃を展開したが、0730、風雲にも命中弾を受け、1115沈没するに、至ったとある。しかし、 シーライオンの戦時日誌を見る限りでは、この時間帯にシーライオンが浮上して、戦闘を行った記述はない。シーライオンは、白鷹を、駆逐艦、それも正月型駆逐艦と判断していた。戦艦混合駆逐艦裏風10月31日、シーライオンは3回目の紹介で、ケイトと共に、東、シナ海に向かった。11月4日に、ミッドウェイ島に到着し、 一息ついてから出航。10日後、シーライオンはトカラ列島を西に抜け、紹介海,海域に入った。11月16日、シーライオンは訓練中に、艦尾の8番発射管の蓋を閉じた状態で誤って、魚雷を発射してしまった。修理しようにも激浪により徹底的な調査ができず、結果的に8番発射管は、使用不可能となってしまった。11月17日には、 上海沖に到達したが、翌18日に5番発射艦に装填している、電池魚雷の電池が軽く爆発を起こしてしまった。シーライオンは台湾海峡方面に移動することとなった。11月21日0時20分、シーライオンはレーダーにより16ノットの速力で、ジグザグ航行をする複数の目標を探知した。0時48分までには、 相手は少なくとも2隻の戦艦と2隻の巡洋艦であることを確認。1時46分、シーライオンは、視界内に戦艦、巡洋艦の他に、両脇に護衛艦がいるのを視認。この艦隊は、冷凍機械船に敗れ、一息ついてから日本本土に向かっていた第二艦隊であり、戦艦混合、長と大和を中心に、混合の前に、軽巡洋艦矢萩 戦艦の両脇に駆逐艦ウラ風、磯風、摂風、浜風、梅、霧を排して高速で航行していた。シーライオンは戦闘配置を例して全速力で追跡し、艦首の魚雷の振動を2.6メートルに設定して攻撃機会を待った。2時45分、シーライオンは第二艦隊の横腹に入り込み、速度を落として浮上したまま攻撃態勢に入った。 2時56分、シーライオンは2番手のコンゴーに対して、魚雷を6本発射。急旋回の後3分後に3番手のナガトに対して、魚雷を3本発射した。1分後、シーライオンは3つの爆発音を確認した。最初の魚雷は、コンゴーの左減艦首と2番煙突下の艦室に命中し、ナガトに向かった魚雷は、ナガトの艦首をかすめ去り、ナガトの右斜め前にいた裏風に命中。 裏風は爆発を起こしてそのまま姿を消した。シーライオンは西に向けて航行し、魚雷が命中した目標は、装甲が損傷しただけと判断して、次発装填を急いだ。3時10分までには2回目の攻撃の体制が整った。その間、大和と長と矢作、摂布は、金剛と金剛の護衛につけられた位風、浜風を置いて、北東方向へ全力で逃げ去った。 海は荒れてきて追跡が徐々に困難になってきたが、4時50分には艦隊が2つに分かれたのをレーダーで確認し、シーライオンはコンゴーを追跡し始めた。5時12分にはコンゴーまで1500メートルに接近したが、その直後、シーライオンは大きく揺さぶられた。コンゴーが大傾斜した末に火薬庫から大爆発を起こして爆沈し、その影響を正面に受けたのであった。 この時発射された魚雷を含め、アメリカの魚雷には弾頭に名前を記すことが慣例となっていた。大抵は妻かガールフレンドの名前だったが、時には戦時交際を売りさばいた工場の従業員の名前だったりもした。この時に発射された魚雷には、先代がフィリピンで爆撃を受けた際に戦死した4名の乗組員、ホスター、オコンネル、ポール、オギルビーの名が記されていた。 また、アメリカ潜水艦の攻撃の様子を録音するのは前例がなかったが、シーライオンのこの攻撃の際には、戦闘配置が例された後、シーライオンに乗艦していた CBS の従軍記者により攻撃の様子の録音が行われた。この時の録音は、後日の5回目の紹介の際に録音されたものと、合わせてアメリカ海軍水中速もと研究所に保存されており、これらは、 第二次世界大戦での海中攻撃の様子を収めた数少ない録音だと考えられる。シーライオンは中国大陸と台湾の間を紹介した。11月28日、シーライオンは32日間の行動を終えてグアムアプラ港に帰島。艦長がチャールズカイプットマンに変わった。旧カテカンマミア12月14日、シーライオンは4回目の紹介でカイマン、 ブレニーとウルフパックを構成し南シナ海に向かった。この紹介は悪天候に悩まされることが多く、26日間に及ぶ紹介期間のうち6回の先行機会を除いて常に浮上していた。12月20日、シーライオンは駆逐艦の護衛がついた旧カテカンマミヤを発見。19時37分に魚雷を6本発射し、4つの命中を得た。シーライオンは 護衛艦の反撃を回避し、次回攻撃の準備を行った。2時間半後観測すると、マミアは依然として浮いていた。日付が変わって12月21日0時32分、シーライオンはマミアに向けて、魚雷を3本発射。2本が命中してマミアは沈没していった。その後、シーライオンは12月28日から1945年1月14日まで、 ルソン島リンガ園湾への上陸を起都する第七艦隊の支援活動に従事した。1月24日、シーライオンは43日間の行動を終えてフリーマントルに帰討した。2月19日、シーライオンは5回目の紹介で南シナ海及びタイランド湾方面に向かった。3月17日、シーライオンは北緯0 5度18分統計103度23分。 北緯5.300度統計103.383度、5.300103.383の地点で、タイのタンカーサムイを撃沈した。4月2日には、23日間もゴム製のイカダに乗って、漂流していたアメリカ陸軍航空軍のパイロットを救助。さらに、ガビナから3名の救助したパイロットを託された。4月6日、シーライオンは47日間の行動を終えて、 スービックワンに帰投した。4月30日、シーライオンは6回目の紹介で、バッション、ハンマーヘッドとウルフパックを組んで、南シナ海に向かった。5月まで、香港、台湾方面で救助配備任務につき、月末に、ブリームから救助したパイロットを引き取り、パイロットをスービックワンまで送り届けた後、紹介に復帰、ハワイに進路を向けた。6月12日に、 6月30日、シーライオンは62日間の行動を終えて、真珠湾に帰投した。シーライオンは、真珠湾から、カリフォルニア州サンフランシスコに向かい、同地でオーバーホール中に終戦を迎えた。シーライオンは終戦に伴って、オーバーホールには、不活性化の準備が加えられた。6度の紹介で、主君部大賞を受賞した。シーライオンは1946年2月2日に、 退役した。およそ1年半後、シーライオンは姉妹艦のパーチと共に輸送潜水艦への転換が指定された。1948年4月にサンフランシスコ海軍造船所に入居し、8ヶ月間に及ぶ転換作業が行われた。この作業で魚雷発射艦と全部エンジンは撤去され、前方機関室及び前後の魚雷室。また、それらのスペースは、 貨物室としても使用できるよう設計された。士官室は作戦室として使用できるよう設計変更され、司令塔は後方に拡張された。また、LVT を収容できるよう、大きな円筒状の収容室が観光法に装着された。1948年11月2日、シーライオンは輸送潜水艦として最終駅し、SSPE-315 へ。 監視記号が変更された。海兵隊員を上官させた。シーライオンは1949年の春まで南部、カリフォルニア沖で訓練演習を行い、その後、第21潜水艦隊に配属、大西洋での任務に就く。4月の間シーライオンはニューロンドンで作戦活動に従事し、5月にはノーホーク沖合で第6潜水艦隊第61潜水艦隊の一部として、 活動した。1950年1月31日、アスプマイナス315へ艦首変更され、同年の春にはラブラドール地方北方からカリブ海南方までの範囲で演習を行った。1950年4月から6月までポーツマス海軍造船所で転換後発のオーバーホールを行い、7月にはノーフォーク沖で任務を再開した。 1955年3月に第63潜水艦隊へ配属され、1956年10月24日にアップスマイナス315へ艦首変更される。シーライオンは1960年までバージニア州沖合、カロライナ海岸、カリブ海で海兵隊、水中破壊部隊及びビーチジュピター部隊と共に訓練演習を行い、時には 陸軍部隊と共に活動した。訓練活動はオーバーホールの期間に中断され、その間に艦備の LVT 格納庫は撤去された。1957年8月から11月にかけては第6艦隊と共に地中海で展開した。1960年6月30日、シーライオンはニューハンプシャー州ポーツマスで退役し、予備役訓練艦として保管された。 1961年8月にペンシルベニア州フィラデルフィアにオーバーホールのため栄光され10月20日に最終駅する12月18日シーライオンはノーホークで第6潜水船体に再び加わった50年代と同様の定期任務が再開され任務はオーバーホール期間に時折中断された1962年の秋 キューバ危機が発生すると、シーライオンは、海上封鎖の支援を行う。1962年10月22日、ノーフォークを出港し1ヶ月のカリブ海での、訓練巡航に向かうが、海上封鎖部隊は巡航計画を変更した。12月3日にシーライオンは、ノーフォークに帰還し、その後1967年まで海兵隊、偵察部隊、水中破壊部隊、 シールズとの訓練を継続した。1967年9月15日に母校が変更され、続く2年間を第121潜水艦隊の一部としてフロリダ州キーウェストから活動した後、1969年1月に LPSS-315 へ艦種変更され、その夏に不活性化が命じられる。9月にペンシルベニア州フィラデルフィアに移動し、 1970年2月20日に退役予備役艦隊入りした。シーライオンは1977年3月15日に除籍され、1978年7月8日にニューポートの沖合で標的艦として沈められた。シーライオンは第二次世界大戦の先行で5個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。